一体何があなたを再び私のところまで来させたのでしょう。その愚かな勇気は人々をかばうため、それとも私に謁見するのが目的ですか。おや、よもやそんなことを言うために私を永遠の瞑想から呼び起こしたとでも言うのですか。だとすれば私も見くびられたものです。メガリレーに関することはもちろん知っていますよ。いいえ、私が知っているのは永遠についてのみ。メガリレーの発令も私が黙認したことです。あのファデュイたちの行いは永遠の脅威にはなっていません。さもなければとっくに粛清していますよ。願いとはもともと永遠にそぐわないものです。あなたはまだ気づいていないかもしれませんが、願いを追い求めるというのはたくさんのものを失うことなのです。神の目を摂取すること自体は命を奪うことではありません。命を落としたのはむしろ願いを追い求めた者たちではありませんか。旅人さん、あなたは確かに特別な存在として私の目に映っています。あなたの身には数えきれないほどの不確定要素があります。言い換えれば、あなたは永遠から最もかけ離れた存在であれば、私は別にあなたに理解してもらおうとは思いません。あくまでも世のために永遠の道を歩んでいく、ただそれだけです。そう、そんなことも知っているのですか。まあ別に構いません。大方私の意志を動揺させる隙を探っているのでしょう。いいでしょう。永遠に背くもの、あなたの覚悟を見せてもらいます。願望の膨張は破滅をもたらすでしょう。永遠の土を照らす。サーフボード。出発。いい加減にして。終わりです。やみつきにならない。あなた永遠の礎にしてあげましょう。不安定な要素は取り除く必要がある。遅い。隠れる術はありません。葬り去りましょう。遅い。
なんじゃ、今さら思い出したのか。ミコ、これはあなたの計算ですか。意識を物体に憑依させる技、誰に教わったか忘れたとは言わせぬ。もしや何時、己の願いだけで A の意志に勝てるとでも。何時はここにいるが、彼らの願いはとっくに何時に宿っておる。じゃから目を閉じるがよ。メガリレーを廃止してほしいです。風と共に去れ。待って、裁きはすでに下りました。やっ、採掘した。注目切り取り。裁きはすでに下りました。何時の負けじゃ、エイ。はええ、私の負けです。どうして自らの民を、彼らの願いの力を信じてやれぬのじゃ。あれらの願いは距離や空間、さらには時間をも超え、すでに何人にも止められぬもの。それが何時がリーユへの旅で得た収穫か。人間が前へ進み、神が後ろに置いていかれる国か。しかしてなぜわらわたちがそう自分勝手に前へ進むことを一方的に放棄させることができる。前に進むことで生じた損失をあなたも共に見てきたはずです。そう、永遠にのみ。雷光がひらめく場所には影ができます。私は影、無双をもって稲妻の前に立ちふさがるすべての障害を取り除きます。しかし一歩前へ進むたび、何かを失っていきました。そして最後には、彼女さえも失ったのです。あれらの事跡は今も、雷王の木陰で語り継がれています。しかし、失った者がこの国に残した烙印は、今なお燃え続けています。探しましょう。たとえそれが周囲の光だとしても、少なくとも私たちには今があるのですから。彼女はそう言いました。しかし
必死に前へ進む国が天理を前にして全てを失ったのを私は見ました。来航を保つためには時を止めるしかないのかもしれません。今とは儚い幻想であり、永遠のみが天理に最も近づけるのです。私はもう影ではありません。この身こそ意図尊き存在、天下を太平せし者、臣民に夢を与えると誓いましょう。未来永劫、不変の永遠を。天理、わらわにとっては皆目見当もつかぬものじゃ。とにもかくにも、汝は自分の愛する稲妻を永遠に守り続けたいだけなんじゃろう。その言い方はあまりにも軽薄です。しかしこの国は果たして永遠に存在する価値のあるものなんじゃろうか。願いを失い、変化を失い、ただ存在するだけの国、そんなものは抜け殻に過ぎぬであれば滅んでも問題はないじゃろう。巫女、その妄言を撤回してください。未来永劫、変わることのない永遠、私が臣民に誓った約束です。しかし汝の臣民が必要としているのは、汝の約束などではなく、汝の眼差しじゃ。神の目ですか。人の寿命は100年のみ。彼らに過去を背負えるほどの力はありません。私は全てを経験したからこそ、彼らを正しい永遠へと導くことを選んだのです。はあ、じゃが永遠は汝にとってあまりにも残酷すぎるぞ。へい。私？汝は俗世の者どもに目を向けぬようになっただけでなく、己すら見つめることをやめた。何百年もの間ここで一人寂しかったじゃろう。しかしこれは必要なことで、前へ進まなければ逃す者も多いじゃろう。ここで永遠にとどまる汝も失い続けていると言えるのではないか。そんな孤独に耐えながら、その時間軸を永遠のために無限まで伸ばすなんぞ、わらわに話せ。なぜここの空がかつてあれほどまでに暗くよどみ、そしてなぜ今再び光を放っているのか。ここは汝の一心浄土、汝の内なる世界であれば、もうとっくにここの孤独に耐えられず、本心ではわらわに会えて嬉しく思っておるのではないか。私は何も言うことはありませんわらわにはあるぞ、数えきれぬほどの話が。そうじゃ、せっかくじゃから、ここ数百年間の出来事を汝に話そう。数百年もの出来事を話すなんて、どれほどの時間を使うつもりですか。千個の記憶力はいいんじゃ。数百年の些細なことまで覚えておるぞ。じゃから話すのにも数百年かかるじゃろう巫女、実はもうこうして会うことは二度とないと思っていました。あなたに会えたのは永遠の中に生じた変数であり、驚きでもありますやっと素直に認めおったか。なら引き続き友でいてやってもいいぞ。まったく子供じみた会話ですね。ですが、あなたたちの計画に負けたからには、あなたたちの意志に従ってメガリレーを廃止しましょう。しかし永遠について、この国が果たして前へ進むべきかどうかについては、再び考える必要があります最初から最後まで子供じみていたのは汝の方じゃったな。その後、ライデン将軍は
メガリレーを廃止した。人々の願いはあやつの閉ざされた心の扉を開けたんじゃ。一心浄土以外にあやつは人々の目に永遠を見た。願いがひときわ強く輝いた時、神はその者に眼差しを送る。ある願いは痛みを拭い勝機をもたらし希望を呼び起こす。ある願いはたとえそれを持つ者の身が滅び魂が天に帰ろうと、生まれた時と変わらず真摯に熱く燃えゆく。そう、永遠に。ライデン将軍の一心浄土で何やってたんだ？メガリレーが本当に廃止になるなんて。そうなのか。オイラ心配してたんだからな。さっきミコがオイラたちのことを呼んでたぞ。